外なんで外からスタートなんですか。ちょっと雨降ってきましたよ先生はい、やりましょう。はい、ということでこのお家に引っ越してきてやっと1年が経ちました。早いもんで、もう1年ですか。この木も葉っぱもなかったし、ちっちゃかったな。もう身長よりちっちゃかったと思うんですけど、もうね、こんなに間もです。間もさん、ここまで大きくなりましたということで、1年経って家族も増えて、いろいろ物も変わってるんで、ちょっと1年経ちましたよ、ルームツアー。いいですね。いや、めちゃくちゃ変わってると思うで。あ、前回のルームツアーちょっとこの辺に貼っつけときますね。はい、絶対、すごく変わってるんじゃないかと思ってるんで。はい、やっていきたいと思います。では、案内お願いします。はい。まずもうあれですよね。芝できてますから ね、まあ、ね。ルームツアーではないですけど、外観もね、全然違います。これ見てください、これ。これも一生懸命作りましたよね。作りました。ということで、全てを動画にしてきましたからね。はい。じゃあ行きましょうか。お邪魔します。はい、若の家へようこそ。はーい。1年前もここからスタートじゃねえか。全く同じだね。同じ画角ですよね。まあ何も変わってないと思うんですけど。ここはね。ここ、いつも通りね。結構収納入りました。ニャンズの。はい、みんなのね、リード散歩行くので。で、私、トマト育てるようになったんで。ああ、はいはいはい。園芸グッズも。園芸グッズと、掃除グッズと。はい。あとこれはね、外での、椅子がとテーブルがついてるやつとか。はいはい。ちょっと安全グッズはちょっとすいません。名残でね。名残でね。早速変わったところがありますね。こんな感じで、以前はちょっと猫ちゃんがいるので、観葉植物はフェイクのもの。ちょっとね、賢くもなってきましたし、玄関は普段から締め切っているので、ここで育てていこうかなと。で、日中、日向ぼっこさせるのに、まあ私も一緒に見てるので、日の当たるところに出して、で、夜はここに帰ってくる、朝と夜はっていうような感じで、幸せになるように。いや、いいですね。これ多分そういう運気のアップするやつですもんね。そう、それ全部探して。名前ちょっと覚えてないんですけど。運気アップするプラス、小映えとか虫が寄ってこないっていうようなやつなんやな。ね、はい、そうなんです。で、まあこちらがね、口箱でございます。はい、じゃあ行きまーす。はい、一人中で暴れてるんですよ。そうですね。はい、ちょっと入ったらですね、ここにちょっと収納があります。で、こうリビングドーンなんですけど、どうですか？あ、いいですね。満月。お月さんはいますね。はい。で、ここに、全ての電気系統のパネルですね、集合しておりますね。で、入っていただきますと、ドダーンとリビングです。でで、もういきなり変わってますやん。こんなんもあって、はい、これもありますからね。これ見守りたい。必須ですから。で、これがね、ダイヤモンドアートって言って、これ一つずつちっちゃいビーズでできてるんですけど、これはノアちゃんっていう私の大好きな登録者さんが作ってくださった絵になってます。で、ドン。どうなかったですね。なかったですね。っていうかもう何もかもなかったですけどね。わかるんで、10万人のタレというか。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ということで、あとは、まあ、うちキングなんで、キング。キングね。暖房。はい。レディースクール。ハニューコー。ハニューコー。で、ニジク。ニコーン。っていう風になってます。で、これ、私からのプレゼント。そうですね。結婚記念日にくれましたね。そう。で、これソファーのここですね。これなかったですね、1年前。これ1年前なかったですね。なんなら1ヶ月前もなかったです。カイトさん、毛染めつけたんで、色に。すいません。これもなかったですね。どれですか？これはなかったですね。はい、チューナーレステルですよね。でかいっすからね。15インチ。になります。なんかまあ、今私が見るっていうよりも、最近は。ニャンズがね。はい、アリュク。肉も疲れてるやん、もう。はい、ありがとうございます。で、こちらがもう子供たちのもんばっかり集めております。もうほんまにこれから、これからもう右に連れていくの。おもちゃ。で、これね、結構いいんですよ、これ。中で、他でも遊ぶし、走り回ってるもんな。こう、オープンすると遊び道具って。パカってなるな。そうなんです、そうなんです。いつもここにあるちゃんなのに、ここがにじくんで。はいはい。はい、来た。はい、もうあれでいいのか？
よいしょ。あ、そこはあるちゃんの家。にじくんもいますけどね。あにょこ。あにょこおやすみって。おやすみ、あにょこ。かわいいな。で、こちらで、ね、遊ぶやつです。これも遊べてね。で、これがベッド、一応これもマロちゃんからいただいたんですけど、自分のベッドがどれかなんて到底分かってないんですけど、無理っすね。まあ、好きなところに入って毛袋にしたりしてくれてます。こっちもねここも確かにここもそうなんですけど、まあ、ここはもうキングの場所なんですよ。うん、まあ、ダンちゃんが好き。結局ね、猫ってね、どんだけ寝るとこ作ってもこれ見てください。そう、結局こうなるんすよ。これが猫なんですよ、やっぱり。そうなんです。これは、覚えてますか？赤のうちの動画見てくれてる方なら。そうですよ、引退式の時ね。引退式の時のね、貼り付けときますね、サムの動画かいちゃんがよかったら見てください。寂しくならないようにっていう感じで、でこちらね、お花と。あ、いいですね。はい、これもいいですね。もう4年前ですか。で、いつもお母さんはここでお仕事をしております。で、まあ1年前はこれ椅子です、テーブルです、綺麗でしょ言ってたでしょ、うん、これ椅子見てもらっていいですか。これ見て、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 もうしゃあないわな、どうしようもないわな。ここで爪研ぎですね。そうですね。で、この下のこれね、あ、これね、座席のひんやりするところなんですよね。これもちょっといただいて、まおちゃんに。猫ちゃん、ワンちゃんにもいいらしいです。ありがとうございます。で、うちのキングの大好きな家でございます。もうずっとここで寝てます。写真つけといてもらっていいですか？つけときます。あんなに、こんなに養蚕あっても結局、ここっていうね。だからね、これはここにラインナップに並ぶわけですよ。ね、純ちゃんの猫鍋が入り、掃除機が増えて、ね、こいつもだいぶ活躍してくれてる、ほんまに。ピカピカにしてくれる感じですね。これは一緒だね。でもこの辺のさ、猫の置物もほとんどなかったやつも多いんじゃない？そうだね。ネットで行ってさ、あったらとりあえず買うみたいな感じになってるからさ。あ、そうそう、いただいたりとか。で、こちらがね、我がの家の以前のアイコン、愛ちゃんが書いてくれた。はいはいはい。これキョミさんからいただいた、綺麗になってるんですよ。すごいな、綺麗、うん、なんかさ、ダンボと歩くになってるもんな。なんでこんなことができるの、すごいプロやんっていう感じで。で、キッチンは変わることなく。そうだね、変わらんわな、そら楽しいなっていうね、いいパナソニックのものになっております。これいいですよ、これすごい可愛い。これ洗いやすいからね。だいたい猫のさ、餌やるときって絶対こぼしたりするからさ。そう、ここでいつもね、感じでこうやってご飯作ったりするんですけど、この台、これはフランファンで買いました。ここの収納を作りましたね。そうですね、そこは作りましたね。まあ、お水とかコーヒーとか。ございます、ただいま。次ここ何行ったりましょうか。でこれあれですよ、この間レモンあったやつ、ね、そう、なんかね、キウイとか、あ、桃とか、いちごとか。いちご行きたいけどね、ちょっとそう、でも季節的にちょっと今ないんで。ああ、ほんまやろ。はい、またやりたいなと思います。水はここに今ね、我が家ストックしてあるんですよね、会社。そうですよ、こんな感じでちょっと水一時期なんかさ、なくなってたからさ。そう、なんかね、わざわざ買って持ってきてくださるマロさんとかいらして、本当に優しすぎや、水ないって言ってるのに水持ってきてくれるってどういうことやねんっていう、ほんの助けないって感じで。ここが、ランドリールームですね。ここで洗濯をしてここにかけるっていうのも変わってないですね。ちょっとこの辺だけね、事情があって上に行ったんですけど、まあ、ちょっと地震が来たら嫌なんですが、でもこの高さは物そういうの置いたら、そう、全部やられるんですよ。全部二次君落とすんですよね。何個割られたかっていうぐらいで危ないし、怪我したら嫌なんで、一応まあこうお気に入りでどうしても置いていきたいものは上に置いてあります。いいでしょ、これももらった、いい、ね、なんなんさんになかったでしょ。これも結構今使えてんねん。タンちゃんがね、うん、この上乗るからここから飛ぶのにね、毎回傷、すげえ傷下についてたから。めっちゃいいんですよ。でもお風呂はもう普通なんで何にも変わらんですね。さんも普通で、普通なんか動画でもケチョクとこうお風呂は出てるんで見てください。で、このランドリールームを抜けるとすぐに洗面でございます。洗面は一番大きいものをっていうのをお願いして、一番大きいものにしてもらってます。してもらっ
で正解やなと。いやもうマジでこんな大きいじゃない、うん、2人立てるのにもかかわらずまだどいてとかあるもんね。あるね。もう昔どうやってたかなって思うもん。昔これの3分の1やったからな。今でもちょっと邪魔って言うやん。あ、あるな、配線の都合とかもあるし、うん、ちょっと気に入っております。いやめちゃくちゃいいです。でこちらがドドン、やっとですよこれ先生。クローゼットですね。やっとこれつきましたよ先生。これ電気やっと買ったんですよ。そうあのね、扇風機ついてるやつ。やっぱりこう、湿気が、服装、服のところにはあるっていうことで、うん、なんとね、贅沢ですよ。サーキュレーター。下にも、上にも。ね、上はこれ。っていう感じで、ずっと回しながら、お洋服管理しております。ね、お洋服管理してたらですね。はい。はい、です、ね。あ、大ちゃん次、ネギの。ネギ団ちゃんね、大好きなもの。大好きなんですよね、団ちゃん。いやー。みんなの匂いして好きやねんな。あにゃ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 。あにゃー。はい、おやすみはい、おやすみやな。はい。で、これこう。これもね、ちょっと着てくれますこっち、はい。これね、これちょっと可愛いでしょミッキーね。もう上から順番にね。可愛い可愛い、可愛い可愛い。見てください、これ。もう誰ですかこれ。すぼんでますね。ここに飛びつくんですよ。アルクが昔やってて、今はニジがあるっていう。もう今ニジくんがもうボコボコに。でもね、可愛いんでつけてます。で、これは一応フェイクのやつですね。本当は本物ね。リアル。リアルなものを置きたいんだけど、やっぱり食べちゃうし、遊んじゃうから、ここはもうフェイクで。だってさ、さっきの玄関に置いてあったさ、本物のやつあるやんか。あれ買ってきてさ、机に置いてさ、あの、ああだこうだやったら、もう団ちゃんいきなり噛んだこと。今2個置き場ないんですよ。結局そうなるんすよ。そう。ね、ここおトイレですね。おトイレもちょっと変わったかなと思うんですけど。変わったんじゃないだいぶ。以前これが2個あったんですけど、うん、これをね、しっかり落としてもらって。しっかりもう団ちゃんに割っていただきまして。はい。で、めっちゃ入りたがるんですよ、トイレ。そう。トイレはなんでそんな好きなんやろな。やんやんなくね。開けろ、開けろ、言うて。だから仕方なく開けるんですけど、怪我しないです。もう潰すのはいいですけど。もちろん。怪我しない。怪我だけは絶対してもらいたい。はい。で、ここが寝室なんですけど、まあ私らで言うとおトイレ部屋って言ってます。はい。寝室。トイレ部屋兼寝室みたいな。はい、おトイレ部屋です。ここが、私らが、まあ、寝させてもらってるんですけど、おトイレに。で、これ男女たちが遊ぶやつすぐ取れるようにね、おもちゃとかこういう風に置いております。で、トイレ1個。1個、この間紹介したやつね。はい。2個、3個と。2個、3個でございますね。これはまあ月に1回、1日にいつも海さんと一緒に合同で、うん、全部出して、洗って、洗って、チップ捨てて新しいの入れて、新しいチップを入れてっていう作業をしております。で、ここが私の大好きな大好きなディズニーをいっぱい置いているんですが、ちょっと最近危ういことが起こってきて、ニジ君が乗るんですよ。ニジ君乗るんですよ。ほら落としていくんで、ニジ君が。これは大事なの。あの子たちのね、おトイレのうんち入れたり、お尻拭いたりするやつです。うん、かわいいね。かわいいや。相変わらずね、皆さんからいただいたものいっぱいありすぎて。そう、すべてそうですね。ありがたいですね。うちのどこにでもあるんじゃない？全部の箇所に多分いただき物あるよ。あるね。リビングもそうだし。そうね。ニダン、ニダンの？ニク、疲れたんちゃうんか？あら、もうじゃん。こいつ、いいじゃん。ビジョン、疲れたんちゃうの、ニク。ニク、ケツ、ツルニツ、ツルニツ、ね。で、一周回ってきました。で、軽く、2階へ。はい。はい、2階はなんとお姉ちゃんがいるんですよね。かわいいですよ。どうぞ。まあ、一応、ここでも休んでもらえるんだったら休んでください。好きに休まんかい、言うて。ここがね、ニッチなんですけど、ここに、これもですよ、あの、ジグソーパズルとか、多分、前回のルームツアーのここはいっぱいディズニー置いてたんですけど、ここも全部ニジ君が落とします。なぎ倒していくんで。なので、これはもう落ちたとしても、ニジ君たちも怪我しないし、優しいぬいぐるみばっかりを集めました。ニクダメやね。ニク、ミッキーの置物めちゃくちゃ終わったもんな。ミッキーのママなんてできない。終わったから。で、アルクのポジションですね。ここに乗って、いつもここからね、ポンポンポンと来て、で、ここから夕方は鳥見たりとか、で、朝もここからずっとね、朝早くからお外見てるね。ニックもミーミーね。今日朝いたで、こんな感じで。
写真のっけてあげます。で、最後ここはちょっとね、物置ですね、私たちの。まあ、こんな感じで、いろいろストック類とか置いております。これ落とされたんで、ここに来てますけどね。ギターであったりとか。ひーくん泊まりに来たら、あの、布団が。そうやな。用意して。枕必要やし。はい。まあ、こんな感じですね。出ていくよー。出てー。吐くよー。はい。はい。ということで、一年が経ち、家族も増え、ちょっと家の中身っていうのも、だいぶ変わったっていう。だいぶ変わったな。めっちゃ良くなったんじゃない？ほんまに。はい、新築1年後の、ルームツアーを今日はやってみました。また来年もね、なんかできたらいいなって思いますね。変わってたらね、いいっすね、うん、あれちょっとね、ニックも入れたいですけどね。これね、ここに入れてくださいってできるのか。いや、それは無理じゃない、追加じゃない。ということでした。今日も見てくださりありがとうございます。ありがとうございます。ということで、でで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 、はにゅうくん、はにゅうくん、にゃんばい。はにゅうくん、なんでそんな可愛い顔してんの。はにゅうくんは、はにゅうくん、バイバイ。はにゅうくん。